はい、オルガンライフです。今日もためになる情報、楽しい情報を提供してきます。では見てください。はい、オルガンライフです。久々のレビュー以来ですね、最近のレビュー以来、 Amazon のレビューにも書いてくれ、そういうものが多いから断せた。その中で、YouTube の動画だけでいいよ、そういうことで受けました。それ今回のレビュー品、こちらハンタースパイダーのゲーミングヘッドセット V-1 ですね。ゲーム用のヘッドセットですね。ヘッドホンとマイクがついたものです。こちらです。ゲーミングヘッドセットっていうと、もう大体のデザイン派手で、ちょっと若者すぎるかなっていう、そんなところがありましたけど、これだったら、普通にパソコンとかスマホで使えそうですよね。外でかけるというのはちょっと大げさですけど、自宅でパソコンにつなげる、あとスマホに接続する、そういう用途として使いやすいですね。これかけた感じ、フィット力は軽めですね。それ周りの音を少し抑えるという感じ。密閉型じゃないですので、本当に静かになる、そんな感じはないですけど、程よく周りの音をガードしてくれる。ですので、パソコンの音とかスマホの音に集中できますね。インターフェースは4ピンのプラグですね。これ1本でヘッドホンとマイク、両方接続できます。スマホだったらスマホのジャックに差し込むか、ないものだったら、スマホ付属のアダプターを使って接続するか、USB 型のサウンドアダプターを使って接続するか。私は iPhone の7に、サウンドブラスターの USB アダプターで接続してます。純正のアダプターでも接続可能ですね。あと USB のプラグ、こちらはイルミネーション用だけですね。電源に接続すると光ります。光り方はフェードインフェードアウトのローテーションですね。派手じゃないというと嘘ですけど、派手すぎというのはないですね。マイクは左側ですね。ここ。あれ?ここだ、ここですね。ここをこう起こす。これでマイクは出てきます。この状態でスマホだったら、ハンズフリー通話。あとパソコンだったら、チャットしながらゲームをする。スカイプとかで電話することができますね。では、この状態で録音してみましょう。iPhone のボイスレコーダー使います。はい、オルガンライフです。今このヘッドセットのマイクを使って録音してます。このぐらいの音質で録音できますね。通話で使えばこの音声が相手に届きます。それゲーミングヘッドセットって言うとゲームだろうと言われそうだけど、実は長時間の通話に楽なんですよね。なぜ楽か、手で持たなくていいわけですからね。この状態で通話できます。だから電話対応が長い人、そういう人もいいのかなと思いますね。あと電話だけで使う場合、これいらないです。イルミネーション切っといてもいいですね。それマイクを下げた状態でこの音質上げるとどうかな。上げるとこんな感じですね。または通話するときは下げてください。それコントローラーの部分にマイクのミュートスイッチ、そのミュートスイッチをオンにすることによって、これでまた音声収録できますね。ただミュートスイッチ操作すると機械的に切ってるみたいですので、ちょっとプツッという音は入りますね。それかけ心地、こう耳たぶに当たらないですね。大型のイヤーパッドですので、ストレスないです。長時間着用しても痛くないです。そうだ、一番気になるところ。これの音声、聞いた時の音、どうなのか。長時間聞いても疲れない音ですね。ハイファイ用のリスニング、そういう用途だと、ちょっと奥行きはないかなって、そんな感じがしました。クラシック音楽の高音の伸びとか、そこはちょっと失われてるかな。ただ、悪いみたいな、そんな印象はないです。聞き比べれば
そりゃハイエンドのヘッドホンの方がいいに決まってますけど、まあ今までヘッドホンを使ってない人、そういう人でしたら満足できる音質なのかな、そう考えます。今ヘッドホンを持ってない人、ゲーミングヘッドセットに興味がある人、長時間の通話が多いなと思ってた人、まあ、あと語学教材とかでマイクが必要な人、そういう人におすすめです。あとこれ、古いパソコンとかですとヘッドホン端子とマイク端子が別なものがあるんですよね。そういう場合もこの付属の分岐ケーブルを使えば接続できます。だから新しいパソコンにも対応できますし、今までのパソコンにも対応します。 IC レコーダーとかビデオカメラにも対応します。トークを録音する人、そういう人にも向きますね。ヘッドセットっていうものを持ってない人、そういう人はぜひこのハンタースパイダーの V の1使ってみてください。ではバイバイ。オルガンライフです。定期的に役に立つ情報を提供してきます。ぜひチャンネル登録してください。チャンネル登録、この画面からできます。オルガンライフ登録お願いします。